準優勝戦2つ目のカード第10レースを迎えました。1、2、3、4、5、6枠なりに作戦待避行動始まりました。1号艇は大阪の富山博之、2号艇愛知の磯部誠、3号艇埼玉の中澤和志、4号艇大阪の落合直子、5号艇静岡の山下裕貴、6号艇徳島の松本弓雄、以上の6人の選手によって争います。本シリーズ最年長、大阪の大ベテラン富山博之、準優白い勝負服で登場となりました。今ゆっくりと1コースへと入ってきます。2コース3コースにはドリームメンバー、今シリーズ3勝、若松初優勝狙います。2号艇の磯部誠、3コースが船足不満もさばきで予選突破してきました。3号艇の中澤和志、そして廣中地裁に続くか、女子の4号艇の落合、5号艇の山下、4番落合直子が角の位置、4コースから5コースが5番の山下裕貴、最アウト6コースが6番の松本弓雄。準初戦の第10レース、枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前スタートしました。準初戦の第10レース、スリットを覗かせる1号艇の富山、2号艇の磯部、一周1マークの旋回、インから逃げる1号艇富山、外握った、3号艇の中澤和志、まくり切った。スタートは前提正常でした。ここ1番の勝負強さを見せました。3号艇の中澤、一周の1マーク3コースからまくってトップ、その後ろ2番手は4号艇の落合、追走する6号艇の松本、1号艇の富山、2マークトップ旋回は3号艇の中澤、2番手は4号艇の落合直子、握り込んできた2号艇の磯部誠、さあ4号艇の落合に食い下がった2号艇の磯部誠、4番2番並走、2番手は接戦となりました。トップは独走です。3号艇の中澤和志、2周の1マークトップで旋回します。2番手4号艇の落合が先行した。2号艇磯部を突き放す4番の落合直子が2番手、2号艇の磯部3番手、上位の体型は3番4番2番です。その後ろは5番の山下と1番富山の接戦、最後方が6番の松本、2周の2マークトップ旋回は3号艇中澤和志、2番手が4号艇落合直子、3番手が2号艇の磯部誠、レースはこれより最終周回ラスト1周となります。準優勝戦第10レース、1周の1マーク3コースから鮮やかにまくりました。勝負強さを見せた3号艇中澤和志が先頭、そして2番手が女子レーサー4号艇の落合直子、3番手が2号艇の磯部誠、上位の体型は3番4番2番です。この3、4、2ならば3連単オッズは143倍ちょうどを指しています。ラストターンマークトップで旋回は3号艇の中澤和志、勝負どころの準優で待望のシリーズ初勝利を決めます。2番手が4号艇の落合直子、まもなくゴール、3番五輪、4番五輪、2番五輪、1番5番の順で五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。